がわからないんだけど、見てればわかるから黙って見てろ。私はあかり、普通の中学2年生。妹に頭が悪いとよく言われます。夏子くん、俺たちもう別れよう。丸尾さん、どうしてそんなこと言うの？ねえねえ、リン、なんだ？この女の人なんで泣いてるの？それは男に嫌われたと思っているからだろう。じゃあ男の人はなんで嫌ったの？嫌ったんじゃない、ヒロインが大切だから別れようとしているんだ。意味がわからないんだけど、見てればわかるから黙って見てろ。僕がきっと君を幸せにするよ。ダメよ、私は丸尾さんのことが。リン、この人も夏子が好きなの？違う、こいつは夏子の財産を狙ってるんだ。そうなの？お前は今まで何を見てたんだ？全然わからない。それじゃあさ。もううるさいな、話しかけられたら集中できないだろ。頭の悪いやつはドラマを見るなよ。もういいよ、こんなドラマ見ないもん。どうせ私は映画も吹き替えでしか見られないもん。まったく困った姉だ。ねえ、昨日のドラマ見た？面白かったよね。すごく面白かった。私最後なんてずっと泣きっぱなし。二人が空を飛ぶ場面は良かったよね。ほんと感動しちゃった。どうしよう、同じドラマを見たはずなのに二人が何を話しているかわからない。ねえ、あかりも昨日のドラマ見た？見たよ。どうだった？もちろんずっと感動しっぱなし。全私が泣いたよ。じゃあさ、あかりはどこの場面が好き？どこの場面？そう、女の人が主人公のために命を捨てる場面が良かったよ。そんな場面あった？しまった、間違えた。それってあれじゃない？夏子がライバルの元に向かう場面。そう、それその場面。まさに命を投げ捨てる覚悟だって言いたかったの。そっか、確かにあそこ良かったよね。はあ、よし、うまく乗り切った。他に良かった場面はある？他には、実は私ドラマを見てもすぐ忘れちゃうんだよね。そうなの？じゃあドラマを見ても面白くないでしょ？そんなことないよ、いつも初めてのつもりで見られるし。そうなんだ。それじゃあテストを返すぞ。このテスト全然できなかったんだよな。なお、何点だった？ふふ、私90点。負けた。私85点。あかりは何点だった？私20点。赤点。どうしよう、次の月曜日に追試だって。もし追試に落ちたら留年しちゃうよ。大丈夫、中学校に留年はないから。でも追試に落ちたら放課後に補習もあるんでしょ？クラスで赤点、私だけなのに。先生とマンツーマンで授業するの絶対に嫌だ。追試は今回のテストとほとんど同じ問題だって先生も言ってたし、復習すれば大丈夫だから。でも合格できる自信ないよ。お願い、なおちゃん、勉強教えて。一生のお願い。もう仕方ないな。ありがとうございます。なおちゃん先生、この問題教えて。また？さっきも教えてあげたでしょ。これで3回目だよ。だって何度やってもわからないんだもん。どこがわからないの？わからないとこがわかりません。それじゃあ教えようがないよ。よし、明日から土日のお休みだから2日間勉強すれば追試は大丈夫だよね。さあ、今日は朝まで徹夜で勉強するぞ。眠い。まだ10分しか勉強していないのに、長文を読んでるとなんでこんなに眠くなるんだろう。そうだ、新しく買った漫画があったんだ。漫画を読んで頭をリフレッシュさせよう。あれ、この漫画漢字も文字も多いよ。大人向けだから振り仮名振ってないし。あ、何この漢字、凡庸、殺人。登場人物も多くて誰が誰かわからないし。それに難しい漫画を読んだらまた眠く。結局全然勉強できなかった。大丈夫、まだ時間もあるし、今から巻き返せば。あ、そうだ、今日は洋服のバーゲンだ。こんな日にバーゲンがあるなんて。よし、決めた、さっさと買い物して帰って勉強しようっと。行ってきます。
うわー、どれも通常価格の 30% から 40% オフか。これならいつもは我慢してた服も買えるかも。どれにしよっかな。こっちは4980円の 30% オフ、こっちは7590円の 40% オフか。あれ、7590円の 40% オフっていくらだっけ。なんで客に計算させるかな。割引後の価格を表示してよ。あ、そうだ、スマホの計算機を使って割引の計算ってどうやるんだっけ。まあいいや、2万円オーバーしなければ。お願いします。合計で3万8920円になります。げっ、そんなに。そんなにお金を持ってきてない。あ、ごめんなさい、これとこれやめます。かしこまりました。あ、なんで私って頭が悪いんだろう。リン、聞いてよ。なんだいきなり。今日という今日は自分の頭の悪さに嫌気がさしたよ。私もリンみたいに頭が良くなりたかった。まあ落ち着け、何があった。カクカクしかじか。なるほど、そういうことか。それは災難だったな。よしよし。なんで私ってこんなに頭が悪いんだろう。姉よ、そんなに自分を卑下するな。人には誰しも短所はある。だが一見短所に見えることも時には長所になることもあるんだ。どういうこと。つまり頭が悪い方が良い場合もあるってことだ。そんなことないよ、絶対頭いい方がいいよ。まあ聞け。なまじ頭が良い人はあれこれと余計なことを考えすぎてしまうものだ。だが考えすぎるといざという時に行動ができない。どういうこと。例えば好きな人に告白するとしよう。告白してダメだったらどうしようと考えすぎるといつまでも告白できない。何も考えずに告白すれば成功するかもしれないし、もし失敗したとしても次の恋に進めるだろう。確かにそうかもしれないけど、それに優秀な人ほど鬱になりやすいとも言われている。素直で単純なやつの方が人生を楽しむことができるんだ。でも私は頭が良くなりたいよ。そうか、なら一ついいことを教えてやる。何。本当に頭が悪いやつは自分が頭が悪いとは気づかない。じゃあ私って本当は頭がいいのかもしれないの。そうだ、だから悩むな。お前はまだ救いがある。ありがとう、私元気が出てきたよ。さあお風呂に入って寝ようっと。やれやれ、やっぱり単純なやつだな。でもそこが我が姉のいいところなんだが。ちなみに私の追試は見事に赤点だった。そりゃそう。望月、この問題の解き方はこうやって解くんだぞ。なるほどなるほど。ちゃんとわかったか。はい、わかりました。じゃあ次の問題は解けるな。やってみろ。おい、また同じところで間違えているじゃないか。さっきの返事は何だったんだ。その本当は分かってないんだろう。ごめんなさい。分かってないのになんで分かったと言った。だって質問ばかりしたら怒られると思ったから。まったく、先生は生徒に教えるためにいるんだ。分からないときは素直に分からないと言え。はい先生。本当に返事だけはいいな。望月、成績を上げたいならメモを取れ。メモ？そうだ、お前は先生が黒板に書いていることだけをノートに書いているだろ。それじゃあいけないんですか。勉強のできるやつは黒板に書いてあること以外にも先生が話していることや気づいたことをノートにメモしているんだ。そうすれば家で復習するときも思い出すことができるだろ。なるほど、じゃあメモすればいいんですね。そうだ、じゃあ今から先生が話すことをしっかりメモしろよ。はい、お願いします。どうだ、ちゃんとメモできたか。なんだ、最初の方しか書けてないじゃないか。先生の話を一生懸命メモしていたら話がわからなくなっちゃって。メモの取り方から教えなきゃいかんか。よし、次のテストこそ絶対にいい点数を取るぞ。勉強は毎日コツコツ続けることが大事だって先生も言ってたし。そうだ、勉強の計画表を作ろう。頭のいい人はみんなやってるらしいし。ふぅ、やっとできた。我ながら完璧なスケジュール。毎日1時間ずつだから余裕だよね。これだけ勉強すれば次のテストは100点取っちゃったりして。さあやるぞ。この問題難しいな。ちょっとだけ休憩しようかな。やりかけのゲームもあるし。いやいやいや、ダメダメ、また勉強ができなくなる。
まあまだ時間あるし大丈夫だよね。ちょっとだけ。ほよっ、うつっ。もうこんな時間。今日のノルマ全然進んでないよ。でももう眠い。どうしよう。まあいいや、明日からまた頑張ろうっと。今日はお買い物、お買い物。ねえそこの君、頭良さそうな彼女。え、私？そうそう君だよ。ちょっとアンケートに答えてくれないかな。アンケート？実はね、君みたいに頭が良さそうな子を待ってたんだ。あ、私頭良くないですよ。テストの点数も悪いし。僕は今までたくさんの天才を見てきたからわかるんだ。君ほどの天才は見たことがない。絶対に将来有能な人間になるよ。本当ですか？本当本当。実はそんな君に試してもらいたい教材があるんだ。1日30分聞くだけで劇的に頭が良くなる学習教材なんだよ。たった30分聞くだけで？これさえあれば成績も上がって恋も人生も勝ち組になれるよ。もし気に入ったらぜひ買ってほしいんだ。でも私お金を持ってないし。今なら優秀な君だけに特別に安くしてあげるよ。それじゃあ見てみるだけなら。ちょっと待ってください、なおちゃん。残念ですけど、あかりは何も買いませんから。あかり行くよ。ち、なおちゃんどうしたの？あかり、今のは悪質なキャッチセールスだよ。最近ここら辺で学生を捕まえて粗悪な教材を売りつけてるんだよ。じゃあ私が頭が良さそうっていうのは？あかりを騙すための罠だよ。そんな。今日はお姉ちゃん帰りが遅いんだっけ？お父さんとお母さんも旅行に出かけてるし。そうだ、今日は私がお夕飯を作ってお姉ちゃんとリンをびっくりさせよう。いつも迷惑をかけてるし、これくらいはしないとね。冷蔵庫に入ってたのはこんなものか。じゃあ肉じゃがでも作ってみようかな。前に調理実習で一度作ったことあるし。確かお肉を炒めてから人参と玉ねぎとじゃがいもを入れて、お鍋に水をどれくらい入れればいいんだっけ。まあこんなもんで大丈夫だよね。あとはお醤油とお砂糖とお酒を入れて、あれどれくらい入れればいいんだっけ。適当に入れちゃえ。おい、なんだこれは。あらまあ、見てわかるでしょ、肉じゃがだよ。肉じゃがってこんな黒かったか。モザイクかかってるぞ。大丈夫、見た目はあれだけど味は美味しいから多分。まあせっかく作ってくれたんだし食べてみましょう。いただきます。辛い。醤油を入れすぎだろ。なんで？ちゃんと作ったのに。お前レシピを見て作ったか？ううん、でも授業で習った通り作ったんだよ。ちゃんと確認しないで作るから失敗するんだ。お前もう料理は禁止だ。まあまあ、あかりもわざとじゃないんだし、作り直せば食べられるから。ごめんなさい。今日の授業は終わり。また来てね。